ベビースターラーメンのカップラーメンが出たんですよ。楽しみや、めっちゃ楽しみや、初めて食べる。はい、お疲れ様でございます。今回ですね、こちら5年か6年ぐらい使ったスマホ。そうなんですよ。これね、目覚まし時計として使ってたんですけど、もう横こんなことになって、多分ね、もう電池があかんと思うんですよ。そうなんです。これ勝手に開いてきたんですよ。こう無理やり開けたんじゃなくて、勝手に開いてきた。爆発寸前のスマホ。もうこれをちょっとね、分解していきましょう。危ないです。ここまで使い込んだらね、よく発火しんかったなと思ってるんですけど。そうです。ネジがいっぱいあるんでね、これをちょっと外して、これね、最近買ったんですよ。これ電動のやつ。あれ、電池ない。もう動かへん。ちょっとネジを外していきましょうか。あれ、合わへん。硬い。最初が硬いな。あれ、手動？これ手動で開けてない？途中から自動みたいな。これネジ結構あるな。ここ早送りにし、全然取れてなかったよ。全然取れてなかった。何のくだりやったんや。硬いな。最初硬い。そうです。ここまでね、スマホ使い込んで、危ない危ない。多分電池がね、膨れ上がって、発火寸前やったね、やと思うんですよ。これ分解していきましょうか。危ないですよ、ここまで使ったら。中国のバッテリーとかね、そういうところが怖いですよね。国産、バッテリーは国産に限る。大体のバッテリーはね、もう中国で作られてるんですよ。国産のバッテリーなんかね、ほとんどないです。互換性があるバッテリーとか、アマゾンで買わん限りは。あれ、外れ。結局全部手動で開けてない。せっかく電動ドライバー買ったのに手動で開けてるやん。そしてもう電池ないんかい。無理やり剥がしてるけど、危ないです。これは真似しんといてくださいよ。そうです。バッテリーがね、あかんよね。めっちゃ膨らんでないですか？これやばいね。よくこんな2014年製造。イースス純正の中国製造。中国のバッテリーでこんな膨らむんですか？やばいな。これ横から見たときに、そうですね。めっちゃ膨らんでる。危ない。危なかった。たまにね、バッテリー発火して火事行くとか、そういうニュースあるんですけどね。それに近い感じの、ここまで使い込んだらやっぱダメでしたね。ある程度使ったらもうバッテリー交換するか、あるいは機種変、そしてね、捨てた方がいいですよ。うわ、粘着テープでくっついてる。これ剥がしたいんですけどね。あ、無理か。手怪我しそうや。ここも切りましょうか。うわ、粘着テープでめっちゃくっついてるな。押さえたらへっこみましたね。空気が入ってるだけやったんですか？ちょっと剥がれないんで、もう諦めました。これはね、中国製の型式が分かる。 C11P1324 というやつですか？モデル。そして 3.8V、1ミリ。違う。なんて書いてるの？小さすぎて読めへん。8W はピントが合わんな。あかん、もう目が疲れてる。老眼鏡がいるわ。4.35V？ 出力がですかね。あ、そして2050ミリ、少ね。強微ちょっと少ないですよね。そしてなんか QR コード書いてる。これはね、やっぱスマホでここをスキャンしません。めんどくさい。今回もスキャンしません。モーターだけ取っときましょうか。この振動モーターだけめちゃくちゃちっちゃいな。これなんかにね、使いません。じゃあなんで取るん？これは産業廃棄物にしましょうか。古いスマホとかね、目覚まし時計代わりに使われてる方ね、いらっしゃいましたら、ちょっと気をつけてください。バッテリーがこうだんだん膨らんできて爆発する可能性があります。
回はね、ただただ分解するだけの動画ですよ。これを使って何かを作ろうとかそういうのではないですね。最後にダイソーのノギスでね、サイズだけ測っときましょうか。はい、 1.6 ぐらいですかね。親指の爪がですよ、 1.6 ぐらいです。ちょっと電車分解しときましょうか。なんかね、昔ガチャコ、2017年ぐらいに、ミニプラレールみたいなやつ、これなんて言うんですかね、ガチャコロのおまけのやつなんですけどね。これをちょっと分解しましょうか。ちょっと電池っていうかライトが使うようになったんで、なんか壊れてると思うんですけど、ただただ電池がなくなっただけかな。そういうことか。ちょっとこちらのね、電車の修理動画を上げていきましょうか。これスマホも関係ないんですけどね、これ走らんようになったんで修理していきたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。え、このコックリさんのシート、家の部分がない。灰と灰しかない。え、勝手に置く。いやいやいや、どこ行くねん、どこ行くねん。